キングジムさんのマイク型拡声機、初めて実物を見たんですけど、まあ結構ね、まあ拡声機ですからね、拡声機だと考えると音はいいと思います。まあ、用途としては、まあ政治家さんとかがこう有権者に訴えるときなんかはこれすごくコンパクトだから、すごく便利じゃないかなと思うんですよね。ただね、あの、この、 ボリューム切り替えが3段階しかないの普通ダイヤル式にしてほしいなっていうふうにちょっともうちょっと細かく調整したいなと思う部分がちょっとありますよねこのボリュームがね3段階しかないんですよあとですねやっぱり自分がこう発表なんていうの言った後にここやっぱりメモリー今時やっぱりなんて言うの SD メモリーとかマイクロメモリーでもいいんですけどやっぱり話した内容を録音する機能それは欲しいかなぁと 思いますねだからここで話した内容を拡声器で出すんですけどその時の音もと拾っといてくれてあとでメモリーとして保存できるっていうのはちょっと欲しいです、ね。なぜならちょっとお値段が 3, 3万円ぐらいまあもうちょっと安くはなるんでしょうけどするものなのでやっぱりそのぐらいの機能は欲しいかなと思います。 はいだからまあね、立候補とかするときにはちょっと使ってみたいかなとは思いますが、まあ普段の用途だとなんとも言えないですね、こういう形の,あのカラオケマイク昔持ってた記憶ありますけど、ここにね、カチッズンって、まあそう、それを考えれば、ちょっとそれに比べお値段は高めだしまあね、これ覚醒器ですからね、うん、でかい音が出るんですよね。まあだから、路上パフォーマンスとかで使う で使えそうだけど、その時はやっぱりスピーカーとか専門の使った音がいい方がいいしな、なんかそういうところもちょっと若干、うーん、なんとも言えないところではございますね。やっぱりどう見てもいいですね、あの、有権者に対する訴えぐらいしかちょっと使いようとか、今のところは見当たらないかな、と思うんですよね。路上パフォーマンスだったらもっとスピーカーいい方がいいような気もするし、いや、凱旋者がいらないっていうところですよね。うん まあ悪くはないと思うんですがあくまでもまあ拡声器ですからねまあはい皆さん皆さん皆さんってはいはいまあはいメモリー機能は欲しいあの音声メモ録音メモリー機能は欲しいかなと思いますはい